所長事件です。外さないでください。作るのに忙しいのに悪いわね。本当だ。ねえねえ、なんだ。毎週金曜朝10時に新しいお話を配信予定。レゴチャンネルを見てね。皆さんこんにちは。こんにちは。あきらです。ギンです。今日はレゴシティアドベンチャーズシーズン1第6話見ます。ギンくんはレゴシティアドベンチャーズのアニメの中で誰が好き？ビリー。ビリー、うん、おービリーが好きだ。ビリーなんかねちょこちょこ出てくるよね、お話に。うん、なんかね、帽子かぶってで、パソコン持ってで、飛んでたでしょ。うん、彼第2話だよね。ギンくん第2話が大好きだもんね。うん、何回も見てます。そして今日は第6話、ちょっと飛ぶんだけど、この前みんなと一緒に見たのが第3話。うん、4話、5話もあきちゃんとギンくん見たけど、すごい面白かったよね。うんうん、今日は誰のお話かな。見てみましょう。また顔見える。美しき我が町、多くの人が住み、それぞれに物語がある。まあ一人に一つの物語じゃ驚くほど多いってわけでも、人にはみんなそれぞれいくつもの物語があり、それをまとめて人生と呼ぶのだ。ということで物語はとんでもない数になる。はっきり言って一つしか物語がない人なんていない。ただし義理の弟のゲイリーは別。ズボンを履かず銀行に出勤しておっと話がつかない。今日はスペシャルな人物をご紹介するとしよう。彼はハール・ハッブス、町の便利屋さんだ。ハールはわざわざ町で一番忙しい洗車屋さんの上に住んでいる。ハールの一日を覗いてみたくないか。いやでも見てもらうけどね。ハールは町中駆け回る便利屋さん。毎朝手作りの移動何でも便利屋さんに乗って困っている人を探す。人助けがハールの生きがいなんだ。ピッピー、何か困ってない？ドアに油刺す？せっかくですが、油なら6時間おきに刺しています。プロのドアマンですので。でも他に困ってることがあるはずだよ。そこまで言うのでしたら、ブラムフェルドさんが外に出るのを手伝ってください。喜んで。うん、お上手。じゃあね、ピピ。ハールの人助けのことは町のみんなが知っている。だからみんなは何をしてもらおうかと、ハールの困ってることありませんかの音楽が鳴ると考えるのだった。やあプロデュースさん、困ったことある？ああ、おはよう。ハール、今日は暑くなりそうだからね、果物を日陰に入れようとしてるとこだったんだ。それなら僕に任せて、コツがあるから。そう、早取り組む。なんか困ってるよ。日陰完成。なあハール、何やってんの？いくらだって？タラだよ。役に立てて嬉しい。おっと、仕上げを忘れてたよ。よし、じゃあまたね。これで果物も大丈夫。こいつはハールが来たんだな。はい、その通りだ。めっちゃ捕まえてる。そう、ハールハブスは人助けが大好き。必要なくても助けてくれる。さあ次にハールが手伝うのは誰だろう。おっと、消防士のサラフェルドマンだ。若くて優秀なエンジニアがハールに一体どんなお手伝いをお願いするんだろう。ね、やあ消防士さん、こんにちは。友達でしょ。フェルドマンでいいわ。敵もそう呼ぶけどね。元気か、ロースティ。これはロースティ、
いたずら好きな消防ロボットだ。かわいい。うん、かわいい。そして売れそう。困ったことは？犬用のドアが欲しい。わかった。すぐつける。犬用。それではロボットに恋してをお楽しみください。頑張れ頑張れ。がつまんない。人間がロボットに恋なんかするかって。ベラミうるさい。これから見るんだからネタバラシやめてよ。これタイトルがロボットに恋してなんだ。もうなんかいい。おお、すごい推理だねロースティ。でもどっちが本物のロボットなのかな。すごい推理だねロースティ。できたよ。どうかな。おお、消防士のフェルドマン用ドアもあったら便利かと思ってすぐ現場に行けるようにね。なんかいた。ありがとう。これでもういつ犬を飼っても大丈夫ね。楽しみ。じゃあ本当の犬が来るまではロースティーに使ってもらって。ロースティーの車輪は段差を乗り越えられないの。ああ、それなら任せて。おい、完全に無視されてる。お邪魔虫彼氏用のドアはどこにつけるんだ。ベラミったらバカ言わないで。あなた虫じゃないでしょ。フェルドマンとロースティーよ。どうかなロースティー、これなら行けそう。はい、ロースティーも私もすぐ行きます。おいでロースティー、ホイップクリーム工場で火事だって。ホイップクリーム、まだ作業中なのに。おい待てよ、チカチカピピー。俺は天才ロースティーができること全部できるし、ヒゲだって伸ばせるんだからな。どうやらハールの冒険が始まるようだ。ああ、そして後ろになんか乗ってる。落としたやつ。我らがヒーローはリトルヒューバートのホイップクリーム工場に。大きい工場と中くらいの工場の間にある工場だ。みんな建物から出た。そのはずです。レッドヒルスタジオと不良品のプログラム同士の倉庫がありますが、炎のせいで近寄れません。リトルヒューバートです。工場を救ってください。ヒューバートの特別サイズのホイップクリームがないとデザートができません。その通り。大体のホイップクリームしかなかったら生きていけない。どうしたらいいんだ。建物が崩れないと確認できるまでは中には入れない。そうだ、ロスティの出番ね。はい、所長。ロスティ、中に入って建物の危険な場所をスキャンして。私はここでチェックしてるから。頑張れロスティーと。その後ろにいる。ハールの人生は予定より早く終わることになるのか。頑張れね。なんてことだ。こんな話ならお子さんに見せたくないって親御さんもいるだろうな。ああ、存在感がないのかな。よし、これで雪の塊をぶっ壊すこともできるぞ。またなんか作ってる。様子はどうロースティ。わかった、気をつけて。測定器によれば屋根が危ないんだ。わかった、あまり長いしないで。温度がどんどん上がってる。終わったよ、もう超大変だった。汗だくだね。え、はぁ、あ、ここで何してるの。いやぁフェルドマン、喜んで。ロースティは段差を乗り越えられるよ。ハール、そこは危険だから。わぁ、ほんとだ。今気づいた。何かできる。そこから出てきて。で、ここにいいの。ハール、ロースティ、あぁ、止まっちゃった。なんで割れた。ここから脱出するのはやりがいのある仕事だよ。どうやらハールは手伝いをやめないようだ。手伝いをやめない。ナイスロースティ。この匂いはなんだ。ホイップクリームみたいな、ママが絞りたての牛乳で作ったやつみたい。ロースティ、パイプが壁に刺さってる。直した方がいいよね。おっと、こんなところに穴があったんだ。このパイプ抜けそうにない。あ、どうしよう。ホイップクリームがレコーディングブースに流れ込んできた。助けて、ドアが開かない。甘ったるくてベトベトしてるけど超美味しいクリームで窒息しちゃう。誰かこの中にいるみたい。助けなきゃ。レコーディングブースがクリームで埋まる。お腹のところまで来た。まさか腰占いが当たるなんて。ロスティ、壁を壊してくれないか。犬のドア用につけた装置があるから使ってみて。うわ、よくやったぞロースティ。どうやらこれで皆さんハールの話を最後まで聞けるようだな。
助けてもらったよ。どうも。わあ、カトマンズのホイップクリームのおばけだ。おばけ。待てよ、どうも違うな。どうも、ナレーターだよ。こんにちは。こんにちは、ナレーターさん。ナレーター？さんはいらないよ。わかったよ、これはロースティ。ああ、知ってるよ。よく知ってる。なんでもね、最悪だよ。永遠に眠れたら何も知らなくて済むのに。しかしな、それでは下手な脚本の解説をする人がいなくなる。泣く？いた。嘘だろ、レンガをぶつけるなんて。脚本家って心が狭い。ありがとう、ありがとうございます、リトルユーバートです。みんな無事で本当によかった。火事も無事に消すことができたしね、うん、よくやったよロースティ、今日も役に立った。そうだなロースティ、ありがとう。今日はハールハップスも大活躍だったよ。まあね、医療のドアも完成。もっといいことがあっただろう。いいこと？イエス、新しい友達ができた。私だ。私もこうしてやっとナレーションの世界から出てこられたことだし、友情のスライドショーを見てもらいながら、今日のところはおしまいだ。みんなにまた出てもらって変な音楽かけて、そんな感じで。面白そうだね。早速見てみるとしよう。じゃあね、ハル、ナレーターも。時間があったら私のこともやばいよ。だから下の部分やばい。それでは最後にハールハッブスの話。みんながハールのようだったらいいと思わないかい？みんなで助け合える。だからこれから何かあったら考えてくれ。ハールならどうするか。かわいい。はい。まずいるかいる。え？あ、そこに逃げられた。お、10点くれた。いつか本当に町の役に立つことがしたいな。いや、夢は大きく捨てたいかな。ハールならきっとできるよ。あ、これもハールが作ったの。タオル貸してくれるか。タオル。ちょっと匂いがね。うん、楽しかった。楽しかった。ね、春がね、うん、なんかね、逃げたところがね、楽しかった。フレアの消防車。フレアの消防車、これずっと作りかった。作りたかったもんね。これあの、さっきのアニメにも出てきたよね。はい、じゃあ作っていきましょう。ひょっ。興奮してます。あ、見て。うん、袋かな。お、シールがついてる。かっこいいこれ。私の可愛い緑カブトちゃん。今はね、アキネネがね、フレアのね、消防車を作ってるから。まあ、私の消防車。うん、嬉しいわ。早くできないかしら。ちょっと待ってよ、俺は乗りたい。私の消防車よ。あなたも走ってついてきなさい。フレア所長。何？消防車がだいぶ出てきましたよ。私のココアは、ホットココア。ホットココアないよね。作るのに忙しいのに悪いわね。ほんとねえねえ、なんだろ、ぶてるでしょ。ホットココアいつ飲んでも美味しいわ。所長、事件です。僕は待ち時間にいろんなレゴを出して遊んでます。ガビがなんか携帯帳をね、壊しています。それは大変だ、すぐ行きます。うゆー、パトカーが来たわ。早く乗ってください。いえ、私はあの消防車ができてから向かいます。はい、わかった。あと30
30分ほどかかります。じゃあここで待ってて。さあ乗り心地はどうかしら。屋根がないわね。サイレンが大きいね、こっちの方が。所長の車の方が、ほら。あと何が違うの？ママ、パトカー。タイヤの大きさ。ママ、パトカーが閉じ込められた。タイヤの大きさが全然違う、ほら。タイヤは何個ありますか？ 1、2、3、4、5。5個。やっぱりかっこいいわ、私の車。社長、何ですか？こちら電気ボックスで火災が発生しました。特急消防車で出動してください。はーい、余裕いくぜ。外さないでください。大変です、炎が広がっています。急いで消してください。はい。お、フリア社長ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは、私はフレア、よろしくね。今日は私の特急消防車を紹介していくわよ。まずこっちから。ここは運転席、上にははしごが乗っていて、ここの横の箱にはコーンがあって、皆さんが危険にならないように置きます。とこの後ろには放水キャノンといって、これで火を消すことが多いわ。でここにはタンクがあって、このはしごは取り外すことができるの。出るのかな、こうやって登ることができるよ。今日はエグジティアルベンチャーズシーズン1特区は見たです。アニメを見た後に特急消防車も作って遊んだね。うん、楽しかった。うん、続きのアニメも一緒に見ようね。バイバイ、また見てね。Thank you.